天飾り山くすの木川小谷村は長野県の村。特別豪雪地帯で大規模スキー場を多く抱え、冬はスキー客で賑わう。小谷村は長野県の北西に位置し、中央を姫川が流れている。村の東部は、妙高と学士連山国立公園を含み、天飾り山など、首木山3階にあたる標高2000メートル前後の山がそびえ、西部には、 中部山岳国立公園を含む白馬連峰の標高2500メートル前後の山がそびえる。すなわち2つの国立公園を持つ村である。戦前には金鉱山の地蔵鉱山が存在していたが、2013年に再解散し、日本でも数少ない金鉱山の一つとなっている。静岡・豊川構造線上にあるため、村は峡谷型の地形。 脆弱な地質条件であるため、地滑り、山腹崩壊等の土砂災害が発生しやすく、過去に幾度も大規模な被害に見舞われている。全面積の88%を森林が占め、高地は3%弱と圧倒的に森林が多い。森林セラピー基地に認定されている。また、津賀池高原という高原も広がる。大網地区は65歳以上が7割を占める、限界村落。 2013年に42年ぶりの新婚夫婦が誕生した南小谷駅村内の駅は次の通り南小谷駅より先国方面は JR 東日本中土方面は JR 西日本の管轄となっている関東方面からは上信越自動車道長野インターチェンジ中京方面からは長野自動車道あずみの IC 北陸関西方面からは 北陸自動車道糸井川インターチェンジからのアクセスが便利。菅池高原スキー場白馬コルチナ国際スキー場。ありがとうございます。